人が緩めるのがすごいって特集されてるよ。照れるな。見たい。どれどれ。ムゴピッチとギャランバとピピンゴとシャリボリとガッチョムロンの5人組って書いてある。ん？ムゴピッチって誰？ガッチョムロン。変な名前。この人たちが見てるゆるめるもは何なの？あ、パラレルワールドか。パラレルワールド？そうだね、これはパラレルワールドのゆるめるも。ちょっと違うんだよね。何らかの事故でパラレルワールドの雑誌がこっち側に紛れ込んだってことか。顔が一緒なのに名前は違うんだ。私はムゴピッチ。え、私はギャランパ。かっこいい。私はピピンゴだ。かわいい。私はシャリボリ。シャリボリ。私はガッチョムロ。やっぱり変な名前。ねえ、パラレルワールドの人に電話ってできないの？ここに電話番号あるからかけてみようか。え、まさか。いや、まさか。あ、もしもし、そちらのゆるめるもにギャランパさんっていますか？あ、いるって。代わってもらえるかな。あの、こっちの世界ではメンバーの名前が違うんですけど、しばらくの間交換しません？交換？あ、はい、いいって。え？こっちは何ネルン祭りへそメアリです。全部ひらがなです。ありがとうございました。ネルンちゃんナイス。面白い。自己紹介考えないとですね。シャルボレ。ギャランパだよ。ピピピのピピンゴ。ムゴピーチ。伸ばすのいいですね。難しいな。悩まない悩まない。こういうのは直感だよ。こんにちは、ガッチョムロンです。ガッチョムロン。いい。じゃあ早速今日のライブからこの名前でいきましょう。ギャランパ。マゴピッチ。シャリバリ。ビンゴ。